高校の帰宅部から5度目の受験で競輪選手になったその男は、日本競輪選手会北海道支部長と S 級選手を両立させ G1 決勝を目指しています。同期で 2,3 人で G1 決勝乗れれば最高かなとは思います。吉岡利正の素晴らしきかな競輪明田春樹は10月27日放送開始です。